弟子だ。皆さんこんにちは、神父と申します。本日も進路ジャッジメントやっていきましょう。弟子は初めてですね。弟子は、ですね、師匠の占い師が何らかの理由で、お亡くなりになった場合、引き継ぐという役になっております。なので、今の間は何もすることができません。あ、そうなんだ。弟子ってわかんないんですね。初めて知った。ですね。可愛いよね。針、ってやるぐらいに見えるかな。どっかの魔法使えそう。強そう。はよー。さあ、出るかな。吐く。多いな。これはローラーかな。ローラーする時間もねえな。どうしようかな。そうね。占いは弟子いるからね、一応。あれ、二人はあと二人は怪しい。二人怪しい。二人が怪しい。二人とも落ちとかある？マジで言ってる？とりあえずちょっと待ってみましょうか。ちょっと待ちますか。さあ、そういえばね、今日喉がおかしいんで、ちょっと声がね、ガラガラですね。喉痛いんですよ。あんな白。あんな人気やな。あんな人気。あんなが2人から白ですね。これでね、ゲイルもアンナやったら本当に笑うんだけどな。もうアンナに進行してもらおう。ゲイル来ねえな。そうね、延長だけする？延長する？延長してくれたね、みんな。たまにでも占いにどれもありえるけど、どうなんでしょうね。そうね。どれある。貴族を黒塗りしたいからね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どっちが本物やろな。ロディドンマイロディドンマイってことで、もう恋人が消えちゃいましたね。ああ、ゲルが悪い。一応結果はゲルあ速攻一人。そうね。ジェシー、シンと、アンナが白。その可能性あるね。さてとまあまさかこんなことになるとは思ってませんでしたね。ロディが諦めちゃったんでね。まあでも釣られるってなったらそうなるわな。しかも配役までバラしちゃったから、ジェシカがシンっていうのがバレちゃったっていうね。まあでも人狼の内部でもそれは分かってることなので、しゃあないっちゃしゃあないのかな。時短でいいんじゃない？ほい。30秒。なんかのゲールと恋人とか逆に釣ってほしかった。笑うわ。10秒前。なんで時短しないの？もうまったり待つ理由は私にはわからないわ。ロゴラのログどういうこと？ローラはキツネ飼っても良さげな。あーね。30秒前。まあ、そうね、ニートですね。さてと、アンナが白なんで、今日私占えないので情報を落とすことができません。ジェシー自殺が頑張ってむしろこれうまいことすればね、よかったのにね。むしろ教師に出なくてよかった気がする。スライドでよかったんじゃなかったのかな。ゲイルが出て、もうそのまま潜伏でロディ白って囲ってもらった方がよかったんではなかろうか。じゃあジェシカが占ってもロディは白だし、多分3人出たから背徳を諦めたんだろうなっていう私の予想。てなことで多分私今日引き継がれますね。れジシーが白把握、白把握。弟子を神に行ったか。ああ、なるほどね。とりあえず回避、回避決める。ラスウルフと貴族と弟子と、ここが問題やねんな。フェイがなんてそう奴隷あるんだよ。奴隷は一番語られるんだよね。まあとりあえずあ自死進行って思ったが貴族確定じゃないんだよな。貴族はね、確定できない理由としては、奴隷が言わなければ確定にはならんよ。認識してるのは奴隷だからね。ちなみに奴隷は貴族を釣りたい。そうそうそう本当に普通に貴族を釣りたいんで奴隷の勝利がね奴隷の勝利がシビアだから仕方がないね、ここはね。もう狐今日はショーン以外でいいんじゃないかな。ショーン以外でいいんじゃないかな。時間がない。ジシーどこする？ジシーどこする？ちなみにジシーが私の中ではシーンは確定まだしてるんで、ジシーが進行になりますね。そうね、アンナショーン以外ね。アンナ・ショーン以外かな。まあでもショーンがほぼ確定なんだけどね。思うけどね。対抗出やんかったしや。誰で私かみか、ああね。まあそうね、発言少ない人はどうしてもね。そう、まあただ単に一応可能性のことを言ってるだけよ。一応可能性のことを言ってるだけよ。おかえり。おかえり。1分前。さてと、そろそろ時間が本して吐くほう。昨日と今日の結果は10秒前。ローラフェイシロ吐くよ。オッケーオッケー。オオカミなら遺言ある？ないかな？なるほど。なるほどね。ローラとフェイにしろ。ローラとフェイにしろ。うん。エマ、アンナ。10秒前。オッケー。私出したっけな、投票。まあいっか。お、本物だ。まあここはアンナかな。ほい。ローラとフェイ以外であるならジェシカかメアリー。さて出ましょう。さてとミカがシンですね。穴占いよ。そうね、多分でメアリーで終わりやねんけど、奴隷さん、どうするやねんけど、ちなみにあーね、はくはく双子さんどうでしょう。双子さんどうでしょう。どれ負けでいいの？どれあらそうあらそうエマどれやでエマだけ負けるんや。貴族釣ったらエマも勝てるんや。手だけやね。そうやね。奴隷の特徴としてはそうなんですよ。奴隷の生死問わずで貴族指導で処理。生死問わずで貴族してるっていうのが奴隷の特徴ですね。ありがとうありがとうありがとう。ないよないよ。ないよね。双子。私入れてないよね。ありがとう。ションごめんね。明日はメアリーで。スマメアリーでキツネ占いああねシン釣ってくれて私は助かったわ。喜ぶね。てかメアリーソロプレイだしね。メアリーソロだし大丈夫よ。さてと、とりあえず、まあ、確定で黒なんですけど、まあ、せっかくなんで黒見ちゃいましょう。ほい。まあ、そうだよね。よう。ミカありがとう。情報通してくれて、いやー本当に、いや本当に情報が落ちてなかった。私負けてましたね今回は。エマが怒ってる。エマが怒ったわ。10秒前。はい、勝てましたね。まあ、ラッキーだったな、ラッキーだったかな。ということで、ミカが占いで、本当に人狼がソロプレイになってて、かわいそうでしたね。ありがとうございました。はい、ってな感じで、今回ちょっと短め、いや、ではないか、その30分ぐらいか、ってな感じで、ありがとうございました。ではでは、また次回、バイバイ。